最高気温 33.9 度に達した北見市。日本最北の蓮池では、この暑さで例年よりおよそ10日も早く満開となりました。暑い。毎日この暑さでちょっと参ってますこんな暑い日、無性に食べたくなるものといえば、今日一番ね、かき氷日和だと思います。すごい暑くて。札幌市中央区に今日から2ヶ月限定でオープンした七市の評価店、東京で話題となった進化系かき氷の専門店です。うん、美味しいです。とってもふわっとした食感で、何層にもなってるのでちょっとずつ味が変化しますね。感染対策のため支払いはキャッシュレス決済のみ。完全予約制で今日と明日はすでに満席だということです。つい先日までプレオープン2日間やっていたんですけども、大半の方が2杯お召し上がりになる方が多くて、2杯以上食べてもらう方のために、目一杯仕込みはしておこうかなと思っております。厳しい暑さが続く札幌ではある異変が。こちらの街路樹なんですが、葉が茶色くなって枯れてしまってますね。緑の部分とっても少ないです。枝の方も見てみると葉が落ちてしまって枝だけが残ってる状態ですね。あれはもうほとんど茶色になってしまってますね。実は札幌では今月に入り、昨日までの降水量はわずか7ミリ、平年のたった 11% で14年ぶりの少なさです。雨が降らない日が続き、日照時間は平年のおよそ2倍となっています。影響は江別市のブロッコリー農家にも。もうカラッカラに、さすがにここまで来ちゃうとちょっと復活は難しいかなと思うんですけども。1週間ほど前に植えたばかりの苗、農園ではなんとか苗を枯らさないように夜11時まで水をまき続けています。さらに来月下旬に収穫するブロッコリーも。この白い粒が肥料なんですけど、全く雨降らないで溶けてないですよね。肥料が効いてない状態なので、おそらく生育にかなり影響が出てくると思いますね。収穫が遅れる可能性もあるといいます。まもなく収穫を迎えるトウモロコシも小ぶりだといいます。ここまでひどい干ばつは僕まだ経験したことあまりないですね。心配ですね、いろいろと。ここ1週間以内やっぱちょっと水欲しいなって感じはしますもんね。